衝撃の理由。平野翔が W ユータを選んだ真相とは驚愕の決断。翔騎士、神が語るナンバーアンダーライン愛結成秘話。絆の力で未来を切り開く物語は、ナンバーアンダーライン愛の三人のアーティスト、平野翔ガンユータ、そして神宮寺ユータの深い友情と相互尊敬に根ざしている。彼らの出会いは偶然ではなく、運命的なものであり。 互いに引き寄せ合う力があったからこそ、今の成功がある。平野翔が W ユータを選んだ理由は、一見意外に思えるかもしれないが、それは彼の友人を誇りに思う気持ちと、W ユータの実力と魅力を誰よりも理解していたからに他ならない。この選択は単なる友情以上のものを意味していた。翔くんの最も大きな喜びは、W ユタがナンバーアンダーライン愛の道を選んで良かったと感じ、 その選択が幸せと楽しさに満ちていることだと強く感じる。そのような絆があるからこそ、彼らは一緒に前進し、どんな壁も乗り越えていけるのだ。私自身、鹿かがやたんであるが、もし義士君と神君がいなければ、翔君は引退していたかもしれないと思うほど、二人が彼の隣にいてくれることに感謝している。三人はお互いにリスペクトし合い、高め合うことができる最高のベストフレンドであり、 彼らのトークからは何とも言えない独特な雰囲気が感じられる。三人を安心してついていきたいと思うのは彼らの間に本物の絆が存在するからだ。この絆はデジタルハリウッドのコマーシャルでの将軍のセリフからも感じられる。二人が変わらないシーンの部分を見ているからこそナンバーアンダーライン愛になったのだろう。素敵な関係であり、まさにその絆が彼らの力の源である。 ついていくという表現は少し失礼かもしれないが、翔くんの世界を目指す夢をそばで見続け、切磋琢磨しながら互いにリスペクトし続けた三人である。神くんはいつも翔くんを支え、翔くんが唯一甘えられるほど大好きな騎士くんがそばにいることが、彼らの強さの源泉となっている。広い世界で本当に巡り会えた三人にはエールを送り続けたい。 もっともっと上を目指すナンバーアンダーライン愛をどこまでも応援する理由は、彼らの大きな夢に向かって一緒に羽ばたけることにある。翔くんの大きな背中には頼りがいがあり、人を引きつける魅力がある。騎士くんと神くんも君、翔くんを一人にできない、と言って一緒についてきてくれた信頼できる友達だ。お互いに支え合い、かけがえのない三人は強い絆で結ばれており、唯一無二の存在だ。 誰かが先頭に立たなければならなかったのは事実だが、それが将軍であったことは偶然ではない。二人も自身で決断したことであり、その決断が今の彼らを形作っている。何があっても三人の味方であり続け、応援し続けたい。彼らはついていくというよりも、人生を一緒に楽しんでいける楽しい仲間であり親友だ。友情と愛情、そして互いのリスペクトが大切であることがよくわかる。 キシ君が合流したタイミングでファンクラブに入った人々も多く、彼らの人気と信頼は確かなものだ。コーチェラでのパフォーマンスも頼りになるキシ君、翔んの良き兄ちゃんであり、同じ歩幅で歩いてくれる神君がいるからこそ、翔んも夢に向かって一緒に羽ばたけるのだ。ロサンゼルス空港で翔んの後ろをついていく神君、キシ君の姿は可愛らしく、その絆の深さを感じさせる。三人の絆は、 年を重ねても続いていくことだろう。絆と相互のリスペクトがあるからこそ、今の彼らがある。皆、以前と比べると一目瞭然で顔つきが変わっている。騎士くんがリーダーであり、お兄ちゃんだからこそ、二人とも安心感を持っているのだろう。人の縁は不思議なものであり、騎士くんが、もう海外に出るには若くない、と言っていた時の顔と、今の頼りになる素敵なアイドルの顔は全く違う。 今の士くんは、本当に頼りになる素敵なアイドルであり、戸部の社長が裏で支えてくれたおかげでもある。ナンバーアンダーライン愛の名前はいつの間にか定着し、しっくりくるようになった。彼らはなるべくしてなった人たちであり、これからも切磋琢磨しながら互いをリスペクトし合い、高め合っていける人たちである。初の海外フェスであるコーチェラを成功に収めたことも、満足せずに次の目標を見据えている。 誰が誰についていくのではなく、求め合った結果がこの三人であり、最強で最高の三人なのだ。コーチェラでキく君が平野の背中を軽くポンポンと叩いた時、普段はいじられキャラのキく君だけど、見守っている感じがして嬉しかった。三人はそれぞれをリスペクトしている信頼できる大切な仲間であり友達である。旧事務所を退所してからの三人は本当に笑顔が増えて楽しそうであり。 三人の良さが際立っている。誰が主役でもなく、三人が主役であり、それぞれが選んだメンバーだからこそ、同等であると感じる。ジン君は翔君のことを信じているからこそ、絆が深いのだ。翔と一緒に行けば楽しいし、大きな夢を一緒に見られると思ったのかもしれない。お互いにそれぞれを必要としている感じが伝わり、その絆の深さに感動する。彼らの物語は、 友情や絆の力がどれほど大きなものかを教えてくれる。夢を追いかけ、一つ一つ叶えていく姿に、感動し涙するファンも多い。三人がバラバラにならず一緒に居続けてくれてよかったと感じるし、その場を用意してくれた滝沢社長には感謝の気持ちでいっぱいだ。旧事務所が三人を一緒に引き取るところが飛べしかなかったという噂もあるが、本当ならきっと悔しがっているだろう。 三人が一緒にいてくれてよかったと心から思う。三人はそれぞれを必要とし、頼りにし合っている自然な関係であり、お互いをリスペクトしつつ前向きに進んでいく姿が見て取れる。世界への一歩を踏み出した三人を心から応援し続けたい。コーチェラでキシ君が翔君の手を引いて歩く姿は、さすがキシ君の優しさが感じられる。今回のコーチェラ出演が決まった時、 いつから翔くんたちはこの目標を見据えていたのかと考えると、その努力と情熱に感嘆する。デビュー曲を選ぶ際にまずは紅茶羅を目指そうと考えていたのか、自然と紅茶羅が見えてきたのかはわからないが、ナンバーアンダーライン i の3人の絆の深さが世界を引き寄せたのだと強く感じる。ナンバーアンダーライン i の3人は、かなり努力もしてるし歌、ダンス、芝居などすべてアップしたのが見ててもわかるし、 トベに入ってから三人とも大人になったなと思います。けど時には子供のような姿はやっぱり可愛いし、三人とも大変やのに笑顔が増えてよかったと思うけど、心配なのは頑張りすぎて体調やメンタリ面でも気になるけど、三人がそれぞれのサポートなどしているから成長し続けてるんだと思います。短い期間で海外まで行けたのも努力をしてる結果だと思うし翔くんがデビューした時のグループでのデビューや、 ジャニーさんの約束を果たすためにもかなり頑張ってると思います。ただ翔くんは小学生から膝の手術や大きな仕事の後に体調を壊すのが心配で仕方ないです。神くん、岸くんもダンスを習ってないのにナンバーアンダーライン愛のデビュー曲、ゴタ、初っ端からあのキレキレなダンスをやりきれてるのもすごく感心します。金プリ時代から岸くんがリーダーでしたが、 翔くんや神くんがなってもおかしくないくらいですよね。これからも楽しみですが怪我や体調だけ壊さないでほしいですなんか、これを聞いていたら当時のことを思い出して、あの翔くんがよくアマを簡単に手放したなぁと、多分外の人には絶対エースの平野だけれど、うちから見たら年下で才能ある自分と並ぶいや将来追い越すかもしれない奴かも、の考えもありだったよね。でも、 翔くんの夢は自分だけじゃなくてグループとして高みに海外に見せつけたいんだよね。自分と天のダンスで誰よりもぶち上げたかったような気が今もするんだよね。